ニュースしゃべり残し水曜バージョン、今日のズームフラッシュでこんなニュースがありました。ロシアのプーチン大統領は9日、第二次世界大戦でナチスドイツに勝利したことを祝う戦勝記念日で演説を行いました。冒頭、我々の祖国に対し再び本当の戦争が行われているとウクライナ情勢に触れました。去年の2月24日に他国に軍隊ぶち込んどいて戦争を始めてよく言うわって話なんですが、ロシア国内ではこれで納得する人がいるんだろうな。でも民主主義国ならね、政権交代みたいなことがある。ロシアは一応民主主義国で選挙はあることになってるんですが、まともな議論ができないっていう、なんか下手なこと言うと捕まったりなんかしますから、旧ソ連時代があれだけ長いとやっぱり。旧ソ連時代に当たり前だったことが染みついちゃってる人はそこそこいるんだなっていう感じがしますが、ただね、この対ロシアでいうとね、ちょっと日本が今世界から非難されてないのは良かった、いいんですけども、ただこれいつまでもそういう、今ヨーロッパは特にロシアとの関係を、厳しいなりにね切ったりなんかしてますから、ドイツからやっぱり天然ガスその他の輸入を続けておくとロシアを利するばっかりだ。ところがですね、日本はロシアからの輸入がどんどん増えてるんですよ。最近のデータでいうとロシアからの輸入総額、これ直近のデータで前の年に比べて 26.9% も増えて2兆円に達してるんですね。で、水産物がすごく増えてて、輸入品水産物がだいたい2兆円のうちの 7.9% だから、ロシア産のカニ、それで言うたら築地で売られてる1本 2,000 円で外国人観光客が喜んで食ってるタラバガニの足とか、ロシア産の可能性はそこそこあるんじゃないかなと思います。結局そういうのが回り回ってロシアの 軍事費に使われてるということを考えると、ちょっとやっぱりロシアから年間2兆円も輸入してるっていうのは、輸入品の大半天然ガスだったりなんかするんですけどね、これに関しても代替効くものは代替していかないと、結局2兆円なんか中国ばっかりがロシアから物を買ってるようなイメージで報道されてますが、実は毎年2兆円も日本からロシアに輸入代金として支払われていると。ウクライナ侵攻以降もこれは実はむしろ増えてるということは認識しておいていいかなと思います。それで言うとね、これと直接関係がないんですが、これだ、その経済関係の話で言うと、厚生労働省が発表した3月の毎月勤労統計調査によりますと、1人当たりの現金給与の総額は29万1081円でした。前の年の同じ月から 0.8% 増え、15ヶ月連続の上昇になりました。給料増えてる。一方、物価の変動を反映した実質賃金は前の年の同じ月に比べて 2.9% 減り、12ヶ月連続の減少となりました。賃金は 0.8% 伸びてるんだけど、実質賃金が 2.9% マイナスになってるということは、差し引き物価が 3.7% 伸びてるということですよ。だから物価が 3.7% 伸びてる、賃金は 0.8% 伸びてる、だけど実質賃金は物価が伸びてる分下がっちゃってマイナス 2.9%、 実質賃金が減ってるということは、つまりぶっちゃけどんどん貧しくなっていってる、勤労者は。で、勤労者が貧しくなってるだけじゃありません。年金って、その年度の途中で改定されませんから、そうすると物価が上がってる分だけどんどん年金生活が厳しくなってきてる。日本人は本当になんか最近の統計を見ると、我慢強いなとこう本当に思います。だってものすごいスピードで貧しくなってるっていうのを、特にこの連休前後で私2回海外行きましたけども、痛感します。日本貧しくなってるよなって。ところがですね、別に暴動が起きるわけでもなく、デモが起きるわけでもなく、反乱が起きるわけでもなく、勝負は実は4月です。というのは3月まではですね、日本ってやっぱり年度代わりで4月から賃金がガッと上がるっていう、大体そういう慣例のある国ですから、4月に一気に賃金が上がってるんで、4月にこの実質賃金がプラスになると、前の年マイナスになった分ぐらい補填できるぐらいプラスになってりゃまあそんなに問題はないですよ。ところが4月の統計見て、いや確かに4月の賃金はすごく上がったけれども、それでも実質賃金がまだプラスにならないとかっていうことになると相当問題ですね。だからまあこれ今日ニュースになってるのは3月の毎月勤労統計調査なんだけど、注目はやっぱ4月です。4月の統計がどうなるか。だからまあ1月後ですね、出てくるのが。その時にまあ4月からどこの会社も給料を増やしてますから。トータルとして日本全国見た時に、あ、実質賃金が伸びてるよねって言ったらその伸びの分だけ豊かになるんですが、4月に給料は名目ではかなり伸びてるはずなんで、それでも実質賃金がプラスにならないということだと大問題です。だからまあちょっと今日出てるニュースは3月なんでまだ何とも言えないですけど、4月のデータが出てきてそれ次第では日本で何が起きてるかもうちょっと鮮明になる可能性はあるかなという気はいたします。はい、さてですね、なんか他に大きなニュースあったぞ。あったぞ。銀座の強盗事件に関してですね、統計見てたらこんな話があるんですよ。実は世の中の人に世論調査でどうですか、治安、日本の治安どうなってますかってこう聞いたらですね、いや悪くなってんじゃないの、いやどちらからといえば悪くなってるよなって合わせると、これがね 67% 以上だから、日本国民の3分の2ぐらいは体感治安っていうんですか、治安悪くなってるよねとこう思ってるんですが、統計で見るとですね、刑法犯の認知件数は過去20年の間に激減してます。何件ぐらい減ってんのかな。とにかく20年前のね、刑法犯の認知件数は4分の1ぐらいまで減ってるんですよ。とにかくすごい勢いで日本の犯罪件数は減ってるんだけども、体感治安というどうですかっていう時に、いや治安悪くなってんじゃないのって思う人が多いという現状が問題ですね。というのはやっぱりね、今までなかったような形態の、いきなりこの銀座の表通りの店に、少年たちがバール持って叩き壊してショーウィンドから白昼堂々物を盗んでいくみたいな犯罪はそうそうなかったんだけど、この手の犯罪が目立つもんだからなんとなく治安が悪くなってるっていうイメージだけど、ちょっと問題はずっと統計見てたら過去20年間すごい勢いで犯罪件数下がっていたんだけど、一昨年底をつけて底を打ってですね、去年ちょっと伸びてるんですよ。今年どうなるかですね。もしかすると一昨年ぐらいに急激に20年間下がってた日本の犯罪が底を打って反転し始めたとすると、今までなかったような犯罪も目立ってきてるということと合わせて、日本の安全神話というもの自体が崩れるか崩れないか、多分ね今が瀬戸際のところだろうと思います。これ不思議ですね。こんだけ実は統計上の犯罪が減ってるのに、世論調査をすると体感治安が悪くなってるとみんな言うのは一体何なんだと、いうのはちょっとやっぱり今後統計も含めて見ていきたいなと思いますが、まあね、昨日も言いましたけど銀座の事件なんか典型ですよ。もうなんかね、最近頭悪いんじゃねえのっていうね、そういう若い人増えてますよね。昨日この番組でゲストに来てくれたような立派な人もいますから一概に若い人っていうくくりはどうかなと思いますけど、でもそれ捕まるに決まってんじゃんっていう、なんかその発想ができないのがね、はい、てなこと言ってるうちに、はい、今日大阪に帰る日、いや私ね先週末大阪帰ってないんで久しぶりなんですが、久しぶりにお家に帰るとですね、大阪の家になんかいわゆるダイレクトメールみたいなやつがこう山になってんですよ。ほとんどいらない郵便物なんですが、あれは無駄だなと思いますね、資源的にもね。ということでダイレクトメールの整理に帰ります。ということで明日は大阪出しです。そんなことで皆さん、この銀座からですね晴海通りというやつがあるんです。銀座のど真ん中に、銀座4丁目通ってる大通りですが、この晴海通りを南の方へザーッと下っていくとですね、勝どき橋っていうのを越えると、月島勝どきエリア、そこからずっと南の方まで下るとですね、フジテレビのある新しく築地の移転した豊洲とかね、その向こう側にある埋め立て地はフジテレビのあるところ、お台場とかそういう辺りなんですが、この辺りの運河みたいなところに今見に行くと、クラゲがすっごいことになってます。びっくりしますよ。あれ食えたら食えねえか。また明日。